名探偵コナンホームズの目視録は漫画名探偵コナンの通算217番目の事件。小学館の漫画雑誌週刊少年サンデーの2010年8月18日発売の36号から同年10月27日発売の46号で連載され、総話数は全10話に及ぶ。各話は名探偵コナンの単行本のうち、 日本で2011年2月18日発売の71巻と同年6月17日発売の72巻にそれぞれ収録されている。そのほとんどの話が収録されている71巻は2011年上半期によく売れた漫画ランキングの21位となった。アニメ版名探偵コナンでは616話から621話として 作られ、日本テレビ系列で2011年5月21日から、同年6月25日まで放送された。これら6つのエピソードすべては、それぞれの話を含む、週の日本のテレビアニメ視聴率6位を記録している。この事件では、主人公の江戸川コナンがロンドンを訪れ、爆弾事件に巻き込まれる様子を描く。江戸川コナン、毛利蘭毛利モ,ーーモーーココは、 イギリスの富豪ダイアナ・キングストンの猫を見つけたお礼としてイギリスの旅行をさせてもらえることとなる。だが、江戸川コナンなる人物は実在しないため、当然パスポートも作れない。そのためコナンは、廃払いにアプト X4869 の下毒剤を2つもらい、工藤新一の姿で入国審査をパスすることにする。薬の効果が切れた後で、コナンは、ラン。 小五郎と合流し、シャーロック・ホームズ博物館を訪れる。そこでランは、新一に電話をかけ、コナンは、蝶ネクタイ型編成機で、これに応じるも、彼の冷たい態度に思わず取り乱す。その少し後に、コナンは、アポログラスという少年がホームズを探しているのを耳に、する。コナンは自らを、ホームズの弟子だと紹介し、アポロと仲良くなる。アポロは、とある男に、 誰かの運命を分ける暗号が書かれた紙を渡されたと話す。その頃、ランはプロテニス選手でアポロの姉であるミネルバグラスと出会う。ミネルバはテニス用語でラブは0であることにかけて新一への恋を諦めるように言う。ランは新一に電話することにするが、その時コナンは暗号が解け、ビッグベンのそばにいた。ランはコナンに迫っていくが、 コナンは正体を隠し通すために、帰国用のアプト X4869、解毒剤を使用してしまう。新一が何か隠していると信じて疑わないランは、傷つき、ミネルバの言葉を繰り返す。新一はついにランへの思いを告げ、何事も例から始まると、ミネルバの言葉を非難する。翌日、例の男は、暗号の紙を、ロンドンで配った。その男は、 ハーデスサバラという闘争中の国際的な連続殺人犯だった。コナンは暗号を次のように解読する。文字を並び替えると、サターン、つまり土曜日を意味しているとわかる。さらに、各文字が発見された場所を地図でつなぎ合わせると、テニスのラケットが浮かび上がり、ウィンブルドン選手権のことだと判明する。コナンたちは、ウィンブルドンの試合中に、 オールイングランドローンテニスクローケクラブに入る。ミネルバはコートにヘルプの展示になるようにサーブする。コナンは彼女に向かってメッセージを解読したといった意味の言葉をミネルバ以外にはわからぬように叫ぶ。その返事にミネルバはハーデスが試合終了時にミネルバの母ジュのグラスを爆弾で殺害しようとしていると伝える。コナンはハーデスがいるのは 爆発の瞬間が撮影可能である、真反対の席であろうと推理する。コナンは偶然にも両親である、工藤優作、雪子夫妻を発見し、ハーデスの確保に協力してもらう。その時に、両親から帰国用の下毒剤をもらう。ハデスの捕獲後は、ミネルバは試合に集中し、見事勝利する。コナンたちの帰国前に、ランは、 ミネルバと話し、新一の言葉を繰り返す。ミネルバは、すべてが例から始まると認める。ここで挙げる7つの暗号文の訳は、テレビアニメ版、第1話の公式サイトの説明文より引用している。ミネルバ以外は、名前のうちの青文字になっている部分で、キャラクター名の由来である神話中の神についての、説明があるウィキペディアのページにリンクしている。 テニス関係者グラスカソノタのキャラクターモブキャラクター名探偵コナンシリーズ原作者の青山豪章は2003年にロンドンを舞台とした話を描こうと考えていたそのために青山は実際にロンドンへ行き物語に登場する各所を訪れた訪れなかった場所には Google マップを使用した旅行中に 作中で重要な場所として使用されたビッグベン付近の電話ボックスとウェストミンスター橋のバレーオブフィアーと刻まれた排水管についてメモしていた。物語制作中に青山はテキストに英語を取り入れて困難を表現した。また、作中のプロテニス選手であるミネルバグラスはシュテフィグラフを元に作り、コナンが試合中のミネルバに話しかける場面は、 1996年ウィンブルドン選手権女子シングルスでグラフのファンが観客席から試合中の彼女にプロポーズをした場面を元にしたと明かしている。新一の告白はシャーロック・ホームズの乏しい人間関係力と厄介な難事件の言葉を念頭に作った。物語は小学館の週刊少年サンデーに2010年8月18日発売の36号から 同年10月27日発売の46号にかけて掲載され、総話数は全10話に及ぶ。個々の話は2011年2月18日と同年6月17日に発売された単行本71巻と72巻に収録されている。アニメ、名探偵コナンでは第616話第621話、ホームズの目視録として、 日本テレビ系列で2011年5月21日の6月25日に放送された。後に発売された DVD では2012年3月23日発売の第3巻と同年4月27日発売の第4巻の2巻にまたがって収録されている。ゲストキャラクターの声優陣にはネイティブスピーカーを多数起用し原作での英語による会話は 大半が日本語の字幕を付けた上で英語のまま使用されている。物語のほとんどが収録されている単行本71巻は発売第1週に26万2116冊を売り上げた。2011年5月には52万6693冊に到達し、2010年11月22日から2011年5月22日までの 間でよく売れた漫画ランキングの第21位となった。アニメはすべて、放映集のアニメ視聴率ランキング第6位となった。収録された DVD 全2巻はそれぞれオリコンチャートに登場した。漫画ニュースは肯定的にレビューしており、いくつかの観点で賞賛した。しかし、新一の告白が時系列的でなく、階層で補われている点はよく評価していない。 アニメランドは71巻をレビューし、59巻以来の傑作だと評価している。名探偵、コナンロンドンからのマルヒ指令は、テレビアニメ、名探偵、コナンの OVA 作品。OVA 第15作。2011年に、週刊少年サンデーの応募者全員サービスとして発売された。ホームズの目視録の概伝エピソード。 原作の番外編が描かれた初の OVA 作品である。マルヒの正式表記は、または、である。江戸川コナンたちがダイアナ・キングストンの招きでイギリスのロンドンへ出かけている間、灰原愛はコナンに話した通り、吉田歩美の家に泊めてもらっていた。その頃、サングラスを装着した黒服の男は、少年探偵団の写真の中でも、 愛が中心に写された写真を数枚眺めていた。一方、つぶらやみつひこは姉であるあさみの雑誌を整理していた。そこでみつひこはページの売られた雑誌に目を引かれる。そのページはグレース・アイハラという少女を特集したものだったのだが、彼女の容姿が愛とそっくりだった。そこであさみが部屋から出てきて電話をみつひこに渡す。電話の相手は ロンドン行きの飛行機にいるコナンだった。コナンは急いだ様子で、その日の愛が愛を赤沙博士の家に近づけないよう依頼する。三彦は小島玄太を自宅に招き、コナンの電話のことを話し、グレースの雑誌を見せる。三彦は、グレースと愛が同一人物であると推理する。以前に愛が、母はイギリス人でアメリカに住んでいたことがあると話したからだ。愛に危険が迫っている。 可能性を懸念した三彦は玄太と共に歩美の家へ向かう。愛は歩美の母が作ったサンドイッチを食べていた。愛がアメリカでよく食べていたピーナッツバターとブルーベリージャムのサンドイッチのことを話すと歩美も食べたがり、二人で米海駅近くのスーパーマーケットへ買いに行くことにする。その後を黒服の男と玄太、三彦が尾行する。店から出た愛と歩美は 黒服の男と同じく尾行していた黒服の女に挟まれ、声をかけられる。男がジャケットの内側から何かを取り出そうとしたところを、光彦と玄太が止め、やがて騒ぎに気がついた巡査がやってくる。黒服の二人は芸能プロダクションのマネージャーで、グレースにそっくりな愛をスカウトするために尾行していた。誤解が解けたところで、女は愛と歩みをスカウトするが、 愛は断る。帰り道、玄太は赤砂邸に沖屋スバルが入っていたのを見たと話す。それを聞いた愛は走って帰宅し、スバルに理由を問う。スバルは博士から宅配便の受け取りを頼まれていた。中身は博士が愛に内緒で注文していたピーナッツバターとブルーベリージャムでコナンが光彦に依頼をしたのはこのことが愛に知られないようにするためだった。 結局、5人は駆動艇に入り、スバルがサンドイッチを作って食べることとなった。メインキャラクターオリジナルキャラクターオープニングテーマはない。エンディングテーマは、ホームズの目視録と同じく、月夜のいたずらの魔法。ありがとうございます。